何これ。こんな形の機械生命体記録にありません。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。
援護してください。了解。警告、敵のジグレータによる飽和攻撃、速やかに破壊しないと記憶領域に重大なダメージを受けていた。助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。